はい、皆さんこんにちは。ラントリップ代表の大森です。うみやこです。あ、以上。いや、ちょっと今日はどういう挨拶を差し込んでくるのかなと思ったんですけど、はい、もうちょいあるかなと思いましたけど、これで終わり。今日は、はい、シンプルに、はい、みやこちゃんに来てもらってます。よろしくお願いします。はい、ここからね、ウィークリーラントリップ、はい、スタートしていきたいと思いますが、ウィークリーラントリップに今週からみやこちゃんも登場していただけることになりました。もうなんか秘密にされてたんで、ね、皆さん期待大だったの。誰だろう、誰だろう。そうっすよね。私でした。私でしたね。でも予想されてた方もいるかもしれないですけどね。はい、なので私、大森と、スポーツ MC 岡田君とヤッホーカレンちゃんと、みやこちゃんの4人で、ね、毎週こうシャッフルしながら、ウィークイランドリップをお届けしていきたいというふうに思っております。はい、みやこちゃんのことをそうは言ってもね、初めて、知った、見たっていう人もいると思うので、ちょっと簡単に私が誰かっていうのを視聴者の皆さんにご紹介いただいてもいいですか。はい、はい、私、みやこはですね、ウルトラマラソンがとにかく大好きなランナーです。はい、以上です。あ、以上ですか。もうそれが全て。もうこれが全てです。もうウルトラマラソンが大好きで大好きで大好きで、なるほどね、しょうがない。一人でもウルトラ走っちゃうような、はい、こんな私です。そう、はい、もうそう、ウルトラのやつだなって覚えていただければ。なるほどね。そうですね。ツイッターもなんか、みやこはちょっとウルトラマラソンみたいなの書いてますよね。はい。そうですね。はい、ということで、ウルトラが大好き。なんでウルトラが大好きって言うんですか。それがもうマラソンをスタートした原点です。そう。フルマラソンとかハーフマラソンより早く、うん、ウルトラマラソン。マジっすか。デビューだったり、めっちゃ変わってますね。そうなんですよ。20代女子でそもそもウルトラマラソン走る人いないじゃないですか。まあ、少ないね。ね。なのに、あらゆるものを飛ばしていきなりウルトラマラソン走ってますね。そうなんです。珍しい出会い方をしてますね、ウルトラとのね。でもそこでもう一気にグーって持ってかれました。持ってかれた。ハートが。ね。本当に今ちょっと恋するコメントをしちゃいましたね。ウルトラに対して。そうなんです。ちょっともなるほどね。最近はどんなふうにランニング楽しんでるんですか。ウルトラどういうことやってる感じですか。やってはいるんですけど、うん、結構レースも、うん、フルマラソンもウルトラマラソンもって結構レースばっかりだったんですけど、はい、レースがなくなって、うん、気づいたことがあるんです。なんですか。私は、はい、レースがなくても、はい、走るモチベーションは高いままなんだって。下がらない。下がらない。あ、そうですか。すごい。なんかレースのために頑張ってるって思ってたんですけど、うん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 、レースがなくても走るのが楽しいって思えるぐらい自分は走るのがもう根本的に好きなんだってことに気づけました。そうですか。嬉しいな。レースがなくなってみて感じるランニング愛。そう。あ、深いですね。っていうのと、うん、あとウルトラばっかり走ってるんですけど、最近はちょっと短いトラックとかに出てみたい、やりたい。めっちゃわかります。はいはいはい。わかります。最近僕ね、トラックすごい走りたくなってきて、なぜか。そうなんですよ。そうで、ね、なんかトラックレースはちょろちょろなんかタイムトライアルとかね、開催されてたりするんで、うん、なんか出たいなって感じをするんですよね、うん、すごい。トラック走りたいってありますよね。あります。出ましょう。出たいですね。何がどのぐらいの距離がいいですか。私はでも1000、3000とか。1000、3000あれですね、陸上部ですね。陸上部女子の距離ですね。はい、1000、3000で、5000の TT とかもね、結構開催されたりしますよね、うん、はい、うん、この辺はちょっと長い。いや、でもちょっと出たい。出たい。出たい。スパイクとか働いてるんですよね。あ、そうですね。スパイク働いてるんですね。そういうことだね。いや、でも学生時代、陸上部に所属してました。はい、高校の時。高校部。はい。その時はトラックとかももちろんバンバン走ってたんです。走ってました。それこそ1500、3000を走ってたんで、うんうん、高校の時の記録を塗り替えたいっていうか。あ、当時のね。当時の。どんぐらいで行ってたんですか。全然、え、もう覚えてない。覚えてないぐらい。そうなんですよ。やっぱウルトラへの愛と比べるとちょっとトラックへの愛はそこまで残っててね。そうなんですよ、まあ、これを機にもしかしたらね、トラックも好きになるかもしれないですからね、
こういう時期で、ね、レースもなかなかないですからね、あえてトラック行って環境を変えるとかね、うん、すごいいいかなというふうに、うん、気軽にね、捨てて、ね、いいですよね、はい、で今日ウィークリーラントリップなので、まあ、せっかくなので最新の情報っていうのを ね、お届けしていきたいと思うんですけど、はい、もしかしたら今ちょっとトラックの話につながるというか、トラックでもうすごい使いやすいシューズなんじゃないかと思うんですが、オンのクラウドフラッシュ新作が出ましたというニュースが届いておりますので、はい、ご紹介いただいていいですか。オンジャパンより短距離、中距離、ロードレース向けに発売されたクラウドフラッシュ、はい、これが9月17日なんで昨日ですね、発売されました。はい、どんなシューズですかね。こちらは、うん、前作のクラウドブームに続き、うん、カーボン入りのシューズになってます。なるほど、カーボンプレート。はい、カーボンプレートが入って。スピードボードでしたっけ？そうですね、スピードボードっていう、ね、はい、オン独自のね、プレートが入ってるんで。入っているというそんなシューズですよね。だから比較的短中距離って書いてあったんで、比較的短い距離、ね、そうですね、ロード向けっていうふうに書いてますけど、でということはトラックにも全然使えるんじゃないですか。使えると思います。勝手ながら想像しておりますので、ね、なんかちょっとそういうのも入ってみたいですね。入ってみたいです。はい、思いますね。はい、こちらがカラーがホワイトブラックっていうのがありまして、うんうんうん、お値段は税込み2万680円。なるほどです。うん、今のクラウドブームにすごい似てるカラーリングのね、はい、シューズですね。この間僕たちオンラインミートアップでもね、はい、実物を見させていただきましたので、ね、最初クラウドブームかなと思いましたけど、あなたクラッシュにそんなにしてます、はい、続いて、ラントリップからお知らせ、新作、秋の新作出ました。はい、こちらですね、我々が着ている T シャツでございます。ラン&ビア T シャツっていう、ね、これ結構ラントリップ非常に人気でですね、いろんなカラーも出てるんですけど、さっきの新作としてはオールブラックとオールホワイトです。はい、ということで、黒地に黒プリント、うん、白地に白プリントという形で、ね、さりげなくラン&ビアが書いてあるのでランニングとビールがね、大好きな方向けの T シャツになってるんですけど、はい、あんまり主張するのがちょっと恥ずかしいっていう人にはなんかこれぐらいが、実はすごくシンプルね、着やすいかな。気持ちいいですね。気持ちいいですね。これってあれですか、走れる？これ走れます、走れます。うん、めっちゃいいじゃないですか。ちょっとね、素材が変わったっていうのもあって、はい、一昔前の、ラン&ビア T シャツよりもすごくなんか着心地も良くなってし、シルエットもちょっとね、シュッと伸びて、スタイル細くなってちょっと伸びてるんで、はい、すごくいい感じに見えるかなと思います、はい、今日この動画をご覧の方限定で、この T シャツが500円オフで買えるクーポンをこの概要欄に貼っておきますので、はい、ここまで見ていただいた方はラッキーですね。はい、概要欄にクーポン貼っておきますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。クーポンは、うん、今月末まで、はい、期限になっていますので、ね、ぜひ、もうあとだから10日ちょっとぐらいしかないので、ね、今日から多分発売できると思います。アクセスいただいて販売まだできてなかったらごめんなさい、できてると思いますので、ということで、来週からはね、シャッフルで、またみやこちゃんが登場したり、僕が登場したり、カレンちゃんとか、パパさんが出てきたり、楽しみにしていただければと思いますね。なんかね、カレンちゃんとみやこちゃんは何なのこの辺がすごく、私も楽しみです。本気的には見どころ。皆さんも、楽しみにしていてください。はい、ということで、この動画面白いと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。コメントもお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください。はい、みやこちゃん、言い残したことないですか。いや、キュンとな、やっぱり私はウルトラが好き。いや、結局でもそれしか言ってないっていう。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。